はい、こんにちは、ポコタです。今回は、キャットインザボックスというゲームをやっていきたいと思います。とりあえずニューゲームを押してみましょうかね。お、名前を自分で決めれるんですね。ポコにしちゃいましょうかね。せっかくなんで、ポコ。ポコ、うん。はい、OK で。箱の中の猫。お姉さんの本棚にあった本から偶然読んだ話だけど、その内容は確か。完全に密閉された不透明な箱の中に猫が入っている。その猫は1時間後、半分の確率で死ぬか生きる。これはシュレディンガーの猫かなんか、かな？猫は死んでいるか生きているか、蓋を開けるまではわからない。では、1時間が過ぎた後の猫は、箱の中でどんな状態になるのかな？全く眠、暇そうな悩みだな。おっと。有名なやつ。この辺だったはず。なんかいい感じの顔のグラフィックが。あ、ここだな。へへ。垂れ目。あ、動ける。私のスクーターだ。お姉さんの支援で安く買えた中古物だ。呪われて持ち主を殺すという残言があるけど知ったことか。え、そんな言われのあるやつを買ったんだ。ほう。ほう。アイテム。キーアイテム。これは？録画用。P 社が作ったおやつ個人的に好きだ。ああ。スマート。操作方法が書いてある。うん。コントローラーだとどうなんだ。ああ、なるほどね。わかったわかった。うんうん。ダッシュをするとスタミナが切れる感じなんだな。入れないぞ。扉が閉ざされている。こうなると思ってスクーターにあれを持ってきたな。不法侵入じゃない？失踪者を探すポスターだ。人がいなくなってる。チェーンクリッパー。用意周到だね。すげえ、ね。よし、じゃあそれを使って入ろうか。何これ？お、入った。びっくりした。チェーンクリッパー。他になんかないの？なんもないか。よし、じゃあ行こうか。ん？おお。よし、録画スタート。噂だけ聞いたけど、ここって本当に広いな。垂れ目な感じがちょっと可愛いですね。なんか主人公は動画配信者だったかな。予備のテープあんまりないけど、これでも十分だろう。X キーを押してメニューを開ける。アイテムでビデオカメラのテープを選択したらゲームの記録ができる。うんうん。2回しかできないの？おお。なんかいい雰囲気の音楽が流れてますね。なんかこれ切り株かな？皆さんこんばんは。私が今どこにいるのか知ってる人はいるかな？1ヶ月前、あの宗教覚えてる？週末が来るとか叫んでた、あそこよ。あの連中、一晩中に全員が失踪して大騒ぎになったよね。その連中の最後の痕跡だった場所がここ、教祖の家。あの事件以来、いろんな話が広まってるけど、
幽霊が徘徊してるとか犯罪者の隠れ家だとかそういう噂があるんだよ。そんなとこに行くの？女の子一人で。まあ、女の子一人の動画配信っていうのもこういうジャンルでは珍しいよね。見たことないかも。なんか落ちてないかな。お、こっちは何？こんなところ私じゃなきゃ誰が来ると思う。ではチャンネル登録、評価、通知などよろしくね。有名な場所はあれもこれも行ってみたけど、今回はバズるようなところだったらいいな。最近の映像は再生数が低くて悲しかったよ。おお、そうなんだ。確かにね、再生数気になるよね。あれ、これこっちで合ってんのかな。適当に進んじゃってるけど大丈夫？いきなり変なことになったりしない？いや怖えな、こんな広い屋敷一人でってよくやるな。ふふ。これ迷子になってない？大丈夫かな？その屋敷の痕跡というか、あったあった。やっと屋敷に来れた。で、逆にあっちは何だったんだ？あ、何これ？おお。何これ、高い場所にあるのかな？山の上とか。おお、こっちは何？行けない。行けないぞ。行けないな。まあ、いっか。おとなしく、アイテムの取り忘れとかなければいいけど。おとなしく行くか。どこだっけ？あ、こっちか。すげえ。どんだけ時間かかってんだよって。かわいそうな箱の中の猫は生と死が重なった状態で存在する。蓋を開けてみた猫を見た瞬間、猫の運命が決定される。だからね、今回の映像がバズるかどうかはこの家に入るまではわからないってことよ。うん、入ってみようか。あれ、あ、ごめん、少しぼーっとしてた。どんな状況？なんでぼーっとしてたの？鍵はあんの？おお、開いた。無用心だな。門は鍵がちゃんとしてあったのに。おお、広そうだね。何？なんで明かりがついてるの？窓から見たときは暗かったような。怖いけど、軽いコメントくらいしなきゃ。お、さすが。夜12時7分。うわ、深夜回ってきてんだ。私は今、HG の山奥にある邸宅に来てるよ。初めての感想は、なんというか。中は思ったより綺麗だな。なんか骨みたいなの落ちてるけど。なんてね、怖いから冗談を言ってみた。いや、冗談なんだ。他の廃墟に比べてなんか雰囲気が違うかな。それでは家のあちこちを調べてなんか変な現象を撮ってみるか。ひょえー、絶対俺行かねえけどな。何よこれ。おお、驚いてる。骨かな。なんでこんなものが。確かに。これはなんだ。ほほ、こんなところにテープ落ちてる。不思議。とりあえず、これはなんだ？タンス？引き出しの中に鍵があった。ちょっとだけ借りてもいいだろう。まあ、ここまで来たら借りるも何もないからね。こっちは何？いけるのこれ。お、いけた。これはなんだ？台所。道が途切れて通れそうにない。下は何も見えないほど暗い。画面も暗くてよくわからんが。これは穴が開いてるのか。なんか明かりとかねえのかな。こっちも行けるのかな。鍵が変わってる。あれ、ということはということはこっちか。さっきの鍵で開くのはこっちってことかな。無理やり開くのは難しそうだ。ほい。おお、コーヒーが置いてある。
古い家だからかな。あちこち臭いな。まあ独特の匂いがするのかな。なんか落としたね。今は何の音？おお、すっごく楽しみ。ちょっと頬が赤くなってる。いいね。すごいやる気のある女の子だね。なんもない。これは？カップに中身が入ってるけど。これは血じゃない？いたずらかな？誰がいたずらすんの？これはすごくない？すでに私以外の訪問客が結構いたようだね。ボロボロな本がたくさん。読むどころか引き出しにくい。これ暖炉もあるね。中は薪でいっぱいだ。こっちも行けんのかな？うわぁ、ここは暗いな。調べるのはちょっと無理かも。それにめっちゃ臭い。ここは後で来るか。あれ、勝手に戻っちゃった。これは何だろうね。使えそうなもんないのか。これは使えそうなない。でも誰かいるのかな。こっちは。おお。またなんか骨みたいなのがある。もう何も言ってくれない。これなんだろう。家に病室ベッドとは不思議だな。教祖だった人は医者もやったと聞いたけど、こうやって家の中でも診療したらしい。おー。輸血用の血液袋。よくもこんなもの持ってるな。まあ医者もやってたんなら、ね。まあ、正規のルートで手に入れたかどうかは知らんけど。これは何？あ、鉄格子か。なんか落ちてるのかな。ナイフも古くなったらこんな色ができるのか。ベッドで寝たりできないのかな。空っぽ。こっちなんかある？ドアは少し開いてるけど向こうで何かが塞いでるみたい。隙間に何か入れて蹴ったらいけるかな。多分使えるものはこの辺にありそうだけど。例えば薪とか。すごい、ヒント出しすぎじゃない？ってことはこれだ。この暖炉の中の。よし、使えそうな薪を見つけた。これでいけるかな。で、さっきのところを開くと。いつもああいうヒントがあるといいね。ほい。ドアの隙間にこうやって薪を挟んで、おお、助走をつける。成功。いた。どうした？ドアノブに木の破片が刺さってた。大丈夫？この箱がドアを塞いでいたようだ。何の箱？長く放置されたはずなのに、これは不自然に生き生きしてる。てか、怪我したの大丈夫かね？変な病気とかならないように気をつけないとね。あれ？行っていいのかな。開かない。こっちは？あ、行ける。うわ、ここは地下室かな。寒いな。しかもすごく階段長いし。あ、自動で進む。そういえばこんな話があったよね。急に寒くなるとこの世のものではないものが近くにいるって話、面白くない？まあでもたまにあるよね、そういうの。ホラーゲームとか映画では絶対こういうところで変なことが起きるよね。なんなのこの恍惚とした表情は。なんだろう、なんかの前振りかな。楽しみだな。あ、長。地下室の道長いね。長いな、本当に。おお。こっちは何もない。また骨みたいなのある。また骨？これなんか落ちてる。結構手に入るな。今いくつあるんだろう。4つか。なんかさっき変なこと言われたから、一回保存しとこうかな。
ああ、寒い。マジでヒエヒエするな。何かすごいものが見つかったらな。お、びっくりした。今ので保存できたのかな。うん、できてるっぽいね。数が減ってる。え、なんもない。何か使えそうなものが、ホコリだらけ。こっちは ドアがあるけど、向こうで何かが塞いでるみたい。じゃあいけないのか。あ、びっくりした。これどこ、これ何、これ、え、何、こっちは何、鍵がかってる。これなんで椅子が中途半端にあるんだろう。こっちはなんだ、鍵がかかってる。これはなんだ。お、手紙だ。息子に送る手紙。私に残った時間がないと感じて手紙を書く。あまり心配せず悲しまないでくれ。私は他人より早く偉大な方に会いに行くだけだから。はて、偉大な方っていうのは教祖なのか、それとも神様のことなのか。もう君もそれを認めてこの家に来なさい。あの方は私たちみんなを救ってくださる愛する息子に、君を大事にする父より。あの方は教祖だよね。これなんだ、これなんで関係ないのか。影か。信者さんがいた部屋なのかな。でも机しかないけどね。こっち側もなんかあんのかな。うわ、ガラクタ、倉庫的な感じかな。こっちは、あれ、何にも進めませんが、部屋として成り立ってないね。一歩も進めない。開かないか。こっちも机しかない。で、これは？反応薄いな。もっとあれじゃない？コメントしないとやばいんじゃない？これは？この方向では見づらいな。どういうこと？宗教の経典、過去、現在、未来。そのすべてが主神様、主人様の中で一つになる。我らはあの方を見られない。あの方は実体がないので、終末の時が到来したら我らはあの方と一つになるだろう。読みにくい。何を言っているのかわからない。まあね、ちょっと抽象的というか、宗教なんてそんなもんだろう。奥は？おー、骨ありすぎじゃない？開かないか。うん、これはなんだ。なんだろう。ミサかなんかするところかな。宗教の経典、世界のすべての時間と場所に存在して、すべてを知り、すべてを見て、すべてであり、すべてにおられる神様よ。なのこっちゃ。お、何？何者かが現れた。こんばんは？失礼しました。ここは空き家だと思ってたので。いやいや、もっと焦ろうよ。いい表情するね。そのナイフは、え？もしかしてこれ逃げなきゃいけないとかってパターン？お、なに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 、もうあっと、あれ死んじゃった。マジか。
ジかよ。おっ、な、来るな来るな来るな。危ねえ。どうしようどうしようどうしよう。ほんとどうしようだよ。隠れなきゃ、隠れなきゃ。このままじゃ殺される。もっと奥に入る。え？何よ、これ。ひぃ。ま、待って、助けて。嘘。ははは、まさか、せっかく逃げれたのに。やっと行けるか。はぁ、あ。どうしよう。二度目のどうしよう。隠れなきゃでしょ。お、隠れてるんだ。見つかりそうだけどね、普通に。あ、でもどっか行っちゃった。はぁ、あ、行った。はぁ、あ。音は聞こえない。とりあえず出るか。出るの？もう怖いんだけど。逃げて、その後で考えよう。おー、マジで死ぬか思ったわ。っていうかもう何回死んだかわかんないぐらいだけどね。ここどこだっけ？こっちなんか行けんのかな？あ、そうか、最初のとこね、これ。こっちは確か、見る余裕がない。骨も見る余裕がない。これ出口だろ。よかった、ドアは開いてる。まったく、こんな経験もするもんだな。ん？え？何よ、これ。あれ？おお、この表情。ここ出口だったよね。うん、そうだよね。うわ。どういうこと？出口だったのにね。ひ。驚かないで。え、誰？さっき君を追ったやつは消えたよ。誰？君と同じ、偶然この家に入って閉じ込められた人よ。私が鍵を閉めたはずなのに、君が開けたでしょ？ごめんなさい。大丈夫よ。君に会えて本当に良かったと思う。何が何だか全然わからない。俺もわかんない。出口はどうしたの？さっきの人は何なの？私にもわからない。長く閉じ込められて狂ってしまったかもね。ああ、じゃああの人も、ここの人じゃないのかな、もともとは。長く閉じ込められた？あなたはどのくらい？私はもう、どれだけ長く閉じ込められたか覚えてないよ。さっきの人は私より何倍も長くここにいたかもしれない。ありえない。怖がらないで。ここにいる間中をいろいろ調べてみた。実際、ある程度の道は見えてきてるよ。呪術的な何かがこの家に宿ってる気がする。詳しいことはわからないが、もっと調べなきゃ。おう、それにしても、もしの話だけど、チョコバーとか持ってるなら少し分けてくれない？すんげえピンポイント。まあ、あげようか。はい、少し残ってます。あげますね。ありがとう。あ、ドアの下から押し込んでくれる？なんだろう、会ってくれないのかな？はい。押し込むって、大丈夫。一緒に行く方がいいんじゃないでしょうか。俺もそう思うけど。ああ、心配いらないよ。さっきのあれはしばらく出てこないから。君には害がないように、私が奴の注意をそらすよ。
ああ、それは嬉しいんだけど、何者なんだろう。声がないから男か女かもわかんないね。先に行くね。やることがたくさんある。また後だよ。君ならどこにでも行けるはず。どういうこと？どこにでも行けるって。どっか行っちゃったのかな？それだけ言ってさっさと行ったら、なんか日本語おかしいな。あ、いない。いないぞ。戻ってきた。なんか自動で動いてるけど、なんだろう。さっきの人はなんでこんな家に？一体何者よ？まあ、もしかしたらね、自分と同じ動画配信者だったのかもしれない。もういい、落ち着こう。出られると思いながら進もう。そうやって外に出たら、この映像も上げられるし。肯定的に考えよう。ここの出来事を記録してみんなに見せたら絶対にバズるから。すんげえポジティブ。なんか泣いてるけど。泣き顔がそそるね。さっきの人が何言ってたっけ？この家をもっと調べなきゃいけないだったっけ？じゃあまずこの部屋を調べてみるか。この樽は軽いし、押せば動くかもね。ああ、確かになんか、奥の方で光ってるものあるね。まあでもちょっと、さっきの追いかけっこで、かなり疲れたから、セーブして終わりにしようかな、今回は。また次回、続きをやっていきましょう。はい、ボコタでした。